柳沢茂雄は日本の政治家。静岡県お前崎市長。静岡県お前崎市出身。浜岡町立浜岡中学校卒業。1999年浜岡町議会議員に初当選。2003年再選。2004年4月1日、浜岡町はお前崎町と合併し、お前崎市が市政施行する。同年4月18日に行われた。 お前崎市議会議員選挙に初当選。同年から2年間、初代議長を務めた。2008年4月、原子力対策特別委員長に就任。2012年参戦。2016年1月21日、記者会見を開き次期お前崎市長選挙に立候補する意向を表明した。記者会見には、引退を表明した現職の石原茂雄も同席し、 柳沢は石原市政を引き継ぐと述べた。同年4月10日に行われた市長選は全市議の曽根正宏との一騎打ちとなった。両候補とも浜岡原子力発電所の再稼働については容認の立場であったため選挙戦の争点にはならなかったが柳沢が約1000秒差で初当選を果たした。投票率は72.90%だった。 当日有権者数26,557人、最終投票率 72.90%2020 年4月12日に行われた市長選で薬剤師の池田恵美子を破り再選。当日有権者数26,160人、最終投票率66.69%ありがとうございます。